ザルツカン・マーグート地方のハルシュタットとダッフハッシュタインの文化的景観はオーストリアの世界遺産の一つ。風光明媚なザルツカン・マーグート地方の中でも真珠に例えられるハルシュタット湖とダッフハッシュタイン3階に囲まれるようにして発達した岩塩採掘のマジハルシュタットは世界の湖岸で最も美しい街とも評される独特の景観美を呈している。映画 サウンド・オブ・ミュージックの撮影にも使われた。詳細は、ザルツ・カン・マグートを参照ザルツ・カン・マグート地方は、オーバー・エスター・ライヒ州、ザルツブルク州、シュタイヤー・マルク州にまたがる地方で、名前は、塩の御領地を意味している。その名に現れているように、岩塩の採掘と密接に結びついた地方であり、かつては、オーストリア帝国の直轄地であった。 76の湖やダッハシュタイン3階が織りなす。多くの美しい景観が存在する。また、ミネラル分を多く含んだ光線は、当時にも用いられている。地方の中心都市ワトイシュルは、当時長として、古くから有名であり、オーストリア大公妃、ゾフィーや音楽家、ヨハネス・ブラームスら各界の著名人が訪れている。1900年頃のハルシュタット詳細は、ハルシュタットを、 参照ハルシュタットはハルシュタット湖畔の町である。湖に接するダッハシュタイン3階の急旬な山裾に伝統的な建物が並んでいる。町には15世紀末の教区教会やゴシック様式のセミカエル礼拝堂などが残っており、他の建物も景色に溶け込むように昔の姿を保っている。こうした景観は地元の厳しい建築規制などに基づく配慮が 行き届いていることによって保たれている。ハルシュタットの納骨堂湖畔の山裾の斜面に発達したハルシュタットは、その平地の少なさから、墓地の確保が難しく、伝統的に納骨堂の利用が行われてきた。収められる頭蓋骨には、個人の名前や模様を書き込むなどの装飾が施される。ハルシュタットの、ハルは、ケルト語で、使用意味しており、ハルシュタットは、 塩の町という意味である。19世紀以来、ハルシュタット近郊の沿行で様々な遺跡が発見されたことにより、5000年ほど前には岩塩採掘が始まっていたことが明らかになっている。また、ハルシュタット近郊にある沿行には、紀元前6世紀に遡るものもあり、これは現在も創業が行われている中では、世界最古の沿行である。また、 出土品に含まれていた鉄器には中央ヨーロッパにおける初期鉄器時代のものが多くあった。このことから紀元前1200年頃から全450年頃の初期鉄器時代をハルシュタット文化と呼ぶようになった。ダッハシュタイン3階の眺め詳細はダッハシュタイン3階を参照ダッハシュタイン3階はオーバーエスターライヒ州、ザルツブルク州、シュタイヤーマルク州にまたがる3階で、 最高峰の標高は百9 9 5メートルである。東アルプスの中でも、北部石灰岩アルプスに属し、氷河や、それによって形成された数々の洞窟群がある。特に、ダッハシュタインの氷の洞窟には、聖堂洞窟や氷の礼拝堂など、独特の氷の景観が広がっている。ハルシュタットはこの3階の北側の斜面にある。この3階は、 ハルシュタット周辺を一望するのにも適しており、特にクリッペンシュタインからの眺望が良好である。クリッペンシュタインからはハルシュタット氷河などの三階頂上部に広がる氷河も見ることができる。それらの氷河は大きなものではないが、アルプスの氷河の中では最も東に位置している。文化遺産としてのカテゴリーは建造物群及びサイトである。登録名に示されているように、 サイトの中でも特に文化的景観と位置づけられている。ザルツカンマーグート地方は3州にまたがるが、中核地域に登録されているのはオーバーエスターライヒ州内のみである。干渉地域は3州にまたがっている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。